今日はね、なんか忙しかったわけではないんですけれども、まあちょっとねトラブルがありましてそれをねちょっとねいろいろやってたら直してたらねちょっとね、はい、遅くなりました。うん、いただきます。ありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。こんばんは。今日は豚汁とまかないです。今日のメッシ、はあ、疲れたわ。寒かった。ありがとうございます。こんばんは、豚汁です。ギフトありがとうございます。今ね、ほんと接戦だね。今ね、全体が20位ですね。え、豚汁おいしいよね。体温まる。全体が20位で、ハート型の風船が今5位です。すごいね、接戦だね。やっぱり皆様ぜひご協力お願いいたします。今日はね、寒かったんだけどさ、めっちゃ着込んでったらさ、なんかもうさ、まあもうなんか滑りながらちょっと歩いてる感じなのね。うん、どこもかしこも歩道がね、なんかもう雪いっぱいなので、そう、まあちょっと水分も多いし、まあ、滑りながらちょっと歩いてる感じなんですけれども、うん、もうね、なんかね、すごいあの寒いからと思って着込んでったら、なんかそう歩くのに神経使いすぎて、そうで、なんかいつもよりさ、なんか、まあ、滑らないようにさ、まあ、ちょっと足踏ん張るじゃん。そしたらさ、なんか汗かいてきてそう、足疲れた。本当にこんな疲れたっけと思って外歩くの。そう、もう汗かいてくんだ、だんだん。ギフトありがとうございます。ね、カロリー消費本当にそう。この寒い日に外歩いて汗かくと思わんかったわ。うん、みんなもね、お仕事お疲れ様。雪あるんだ。なんかね、
まあいつもね私が歩く道がそんなね人が歩いて通らないところなんですよ。まあ通るんですよ、歩く人もいるんだけど、まああんまり人は通らないかなっていう。その例えば学校とかの登下校の道ではないので、正直。そうそうそう、なのでみんちゃんの散歩してきたの違うよ。最近ね歩いて仕事に行くんだ。そう、まあ前からね歩いてはいたんだけど、うん、いつも以上に歩くんです。ちょっとね時間が合わなくなったので、マミーたちと。そう、まあは感じでね、疲れました。今日はあ、卒コン行ってきたのね。そうでね、帰ってくるときに IU さんのね新しい MV を、新しい曲の MV を見てね、ちょっと感動してたって。本日の出来事以上です。こんばんは、見せてありがとうございます。入りながら、あ、車でね。ね、いいよね。なんかめっちゃ素敵やな。なんか世界観とか、まあもちろん演技も上手だし、なんかいいなと思って。まあね、私歌えないですけど、まあ韓国語なんで歌えないけど。プレイリストにね聞こうと思って入れました。スマホで、うん、スマホで、スマホで YouTube めちゃめちゃ綺麗だね。うん、ありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。もうね、めっちゃ本当に接戦なんでね、なんかすごいね、なんかいつも以上に接戦。でね、今日もちゃんと筋トレして仕事に行きました。はい、今ねハートのラブって書いたギフトをね集めています。イベントギフトが何個かあって、うん、その中のものを集めております。今ねちょっとコルセット巻いてたんで、すごいコルセットの跡がすごいんですけどね。ちゃんと全部やりましたよ。背中、二の腕、お腹、お尻、太もも全部やりました。えら
ね、まあたまにやろうかなと思って。ね、今いい感じになんか痩せたので筋肉つけていこうと思って。ゲストありがとうございます。カニカマじゃないです、カニです、ちゃんとカニです。これはでカニカマあんまり得意じゃないんだ。カニです。わかんない、カニカマね、なんだろう、なんか何が苦手なのって言われたらなんか絶妙に分かんないんですけど、あんまり得意ではないです。うん、お二人ありがとうございます。こんばんは、ごちそうさまでした。今日はね、今日の私の防寒を聞くかい。今日は上半身はまずコルセット巻くでしょ、ヒートテック着るでしょ、タートルネック着るでしょ、でトレーナー着るでしょ、でジャンパーを着ていきました。そして本日もカイロを忘れました、しっかり忘れたんかい。で下半身は着圧タイツを履き、履くヒートテックを着て、ズボン履いて行きました。素晴らしい。だからさ、朝とか起きてさ、うわ超絶寒い、もうやっばーとか思ってたんだけど、それ着て外出たら、あ意外と大丈夫だってなった寒かったけど、あ意外と大丈夫かも。ゆふたありがとうございますコルセットは防寒具じゃないのよって思うじゃん。防寒具にもなっちゃうんですよね、実はねそう、な肌にね、なんか密着してるものがあるとね、やっぱり結構あったかいです。で、ね、コルセットするとね、姿勢は良くなりますよ。そうすってね、帽子やマフラーは、帽子はねこれ髪の毛結んでるからしなくて、マフラーはね、マフラーしてないね、そういえばマフラーしなきゃ。ね、明日からマフラーをしていこう。そしたらね、本当にあったかいね。私マフラーしないイメージでしょ。私もなんかめっちゃするかって言われたら、まあ日常生活ではそんなめっちゃするわけではないけど、します。するときはします。なんだけど私巻き方がねすごく下手くそで。そうだから、その毎日はしないみたいな感じ。そうでも本当に寒かったらマジでやりますよ。だってしなきゃ寒いじゃんコルセットしてるんだ。腰言わしてない。くびれをね作るために肋骨をね、このね肋骨を締めようと思って、こうやってギューってするコルセットをしてるの。ネックウォーマー派になった。小学校の時はネックウォーマー派でした。そうなんだけど、中学校でマフラー派になりました。やっぱりマフラーの方が可愛いそう、私の感性よ、ただのそう、人それぞれですか。私的にはマフラーの方がなんか可愛いなと思ってマフラーを。はい、だから今赤いのとプレゼントでいただいたなんかちょっとね暗めの色なんですけど、あれ何色って言ったらいいかな、紺、まあ、そうちょっと暗めのね色です。紺なのかな、
何色って言ったらいいんやろあれは。そう、どっちもだから服とかに合わせてね。適当すぎるこの指の折り方が。こんばんは。明日の朝はしますか。うん、迷っています。迷っています。セラセラ今日も唱える限界ちょうどやってやろうか。今年の夏頃にはくびれが完成してそうですかって思うじゃん。私さ、太ったり痩せたりする人間なので、ほんと 1,2 ヶ月の間にマジで太ったり痩せたり太ったり痩せたりってするタイプなので、はい、いつまで経ってもねくびれつかないんです。これだってこのコルセットさ、ずっとさ、いつからしてる？もう AKB の、ね、最後の方からしてたよ。 AKB 辞める前、ちょっと前くらいからしてたから、うん、ので、そう、それでもなお今はくびれがそんなにない。だから太ったりね、痩せたり太ったり痩せたりっつってる。フランスタイルいいかな。いやー全然、本当にマジで私ね、安定しないんですよ。ヒカルのスタイル憧れてる。え、めっちゃ嬉しい、ありがとう、ありがとう、嬉しい。うん、安定しない。だから結構体重の増減はあります、まあ、なんかやめてからはね割とあの安定、一定止まってる、大体安定はしてるんだけど、この範囲みたいな。そうで、まあ、AKB 時代はね特にね、なんか安定しなかったね。太ったり痩せたり太ったり痩せたり、ムッチムチになったり、あーちょっと痩せたんじゃないってなったり、良くないですからね体に良くないからね。そんなに長くしてる？うん、結構長期的に。もちろんやらない日もありますけど、レッスンの時とかもやってましたよ。芸能はしないの？いや、しないとは正直言い切れない。でも今のところはあんまり。いや、なんかねすごい今日思ったこと話そう、まあ、全然ね、まあそういう風に思ったとしても、まあ、多分やることはあんまりないかなと思ってんだけど、今日ほらさっきさ、あいゆさんのさ MV を見たって言ったじゃない。それがすごい素敵だったって言ったじゃない。それを見て本当になんかもう素敵すぎて、あ、演技っていいなと思ってそう、苦しくないの。うん、慣れたし、もう結構ずっと使ってるからちょっと緩くなってる。むしろ新しいの買わなきゃなと思いながら、そう、なんか本当に演技ってやっぱり素敵やんなと思って、なんか、まあ、演技もそうだし歌とかね、まあ、私毎日歌ってるの皆さん知ってる通り、私歌好きなので、なんかね素敵、やっぱりできたら素敵やんなと思いながらいました。写真集出さないかな分かんないけど国石化選抜一緒おめでとう。それは何、それは何だ、何だ、野球ですか、高校野球ですか。高校野球か、おめでとう。だからまあなんかすごいいいなとは思うけど、実際じゃあ本当にやるってなったらやっぱりどっかね止まっちゃう。うん、ちょっといや、うんうんってうんって何よって話なんだけど、そう、今のところだから思っても多分
と悩んじゃうな。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。結構ね、あの順位が接戦で、どこからかな、どのくらいだろう、まあそうですね、まあ、結構本当に接戦で抜いたり抜かれたりなんで、皆様ぜひご協力いただけたら嬉しいです。深めさんのグラビア見た？最近の？最近やったの？いや見てない気がする。まあのレイちゃんのなの見たな、ちょうどさっき帰ってる時インスタ見た時に。福留のもね、見たような見てないような、見た気がする。あ、福留、ああやってんだと思って見た気もする。レイちゃんのはね見ましたね。すごい綺麗な体してるわ。もしドラマのオファー来たら受けれそう？うん、悩む。一旦あの考えさせてほしいっていう、うん、まあないと思うけどオファー来ることは、うん、そうね。お風呂とか、あ、全然見てない、見てない、私知らない、全然見てないよ本当に。うん、なかなかないよ、メンバー同士でお風呂入ることは。全くないわけではなかったけど、そう、一緒にねお風呂入りに行こうみたいなのは、まあ、全くないわけではないけど、基本的にはないぞうん、ありがとうございます。どんな役をやってみたいとかありますか？でも私どっちかって言ったらなんか元気な方嫌なんだよね。嫌だっていうか、なんだろう、あんまりはつらつとしてるのはって思っちゃう。私根がそ、あのもともと多分はつらつタイプではないから、うん、見ると銭湯行ったりしなかったの？あ、私はね行ってない。そう、一回さ、なんか、あ、行くんだけどみたいな話をねしてたんだけど、そう、私帰らなきゃいけなかったから、あ、ごめん帰らなきゃいけないんだって言って帰ったそう、ごめんね言うて、うん、なんかほんとすごいいいよね、やっぱりなんか芸能っていいよね。なんか見た人の魅了するという、見た人を魅了するというか、ね、場合によっては背中も押してくれる、ね、なんか本当素敵やなと思う、お仕事として。こんばんは、ギフトありがとうございます。本当にだから私さ、感情移入を結構、まあ感情移入なのか、まあなんか情緒不安定なのかちょっとまあ不明ですけれども、どっちかって情緒不安定なのかな、わかんないけど、あのなんだろう、すごいさ、あの演技とかいろんな人を見てめちゃな、あの泣いたり、そう感動したり超する人なので、なんかやっぱりそういうのは本当すごいなって思うね。飲み物持ってくるの忘れたな、まあ、いっか後でね。いや飲んじゃいたかったの、少々お待ちください。ミフトありがとうございます。
さあ公爵令嬢だっつってて、いや見てない見てないガキじゃないな私。まあね、そんな多分実際演技する人ってね、そんなんがあってもやります、役にちゃんとすったいやるみたい、やるんだろうけど、本当になんかすごい素敵なお仕事やなって思う。やっぱりギフトありがとうございます。なんか着々とさ誕生日が近づいてきてるのを今日感じたふと感じた。だってさなんかイベントがね一日一日さ終わってくじゃない、一日一日イベント自体終わってないけど、なんで一日一日過ぎていくじゃない。そう、それとともにね、なんかそれを感じた時にイベント何日だと思った時に、あれもうあと3日かと思って、えってことは私の誕生日までもそのくらいじゃないかと思って今日ちょっと実感が湧いた21歳になるといういや思ってたよ、あ、まあもうちょっとやんな、あと1週間後かとか思ってたけど、あれ早くないと思って、昭和のスケバン役とかでしょ、ね、なんか大きくなったね、ちっちゃかったのに、お兄ちゃんに手つながれて泣きそうな顔してたのに、嬉しいお知らせ用意できました。あー嬉しい嬉しいお知らせだ、じゃあ楽しみに待っとこうかなありがとう、イエイ嬉しいね。もうさ、なんかさお誕生日にさプレゼントをさ、私もうもらう年ではそんなになくなって、うん、あ、いやもらってたわ、ごめん、そうもらってたけど、なんだろう、前ほどさなんかそんな、じゃあいろんなことを誕生日プレゼント交換してとかしてたわけじゃないんで、なんかやっぱりねそうやってね用意したよって言ってもらえるとね、私はすごいハッピーそうもらったばっかりでした、すいませんそう思った、でもらってなかったわけではないなと思って、今までいろんなもの、そう、でも今年はね本当になんかめちゃめちゃな、お兄ちゃんからももらったし、うん、私がおねだりしたんだけど欲しいそう、お兄ちゃんから靴もらって、お揃いのねレディースとあのメンズのね、あの同じデザインのサイズ違いなんですけど、まあ、もらって、マミーからカバンもらって、本当になんかお祝いしてもらえるって嬉しい、ありがとう。同じデザイン普通は嫌がるのに、嫌がったよ、ちょっと嫌がってたよだから、あ、これ私も欲しいって、ひかも欲しい、え、どうしよう買おうかな迷うなっていう話をしてた。そうで、そしたらお兄、これ買ったらお兄ちゃんと一緒やんね、お揃いやねって言ったら、え、マジかよ、へえ、一緒やだって言ってたのそうって言ってたのに、そういざね、なんか、え、欲しいなって言ったら、ん、買ってあげようか、いいよ、お誕生日プレゼントで買ってあげるよって、まあ、早いけどっつって買ってくれました優しい。少量で2歳 iPad で出られた、あらお高いですね、本当に嬉しい。なんかさ、プレゼントって素敵だよね、なんか相手のことを思って何が
いいかなとか、何なら喜んでくれるかなみたいな。私はね、まあね、お姉ちゃんにプレゼント、まあお姉ちゃんは大体なんかこれが欲しいっていう要望があるからそれを送るんで、あげるんですけど、そうあげるんだけど、もうなんか今回のマミーのもうなんか、あーな、喜んでくれるかなとか思いながら選ぶのも好きだし、なんかもらう側になった時も、あすごい選んで、あの私のことを考えて選んでくれたのかなって思ったら、またそれも嬉しいしっていうね。幸せの連鎖やだからね、本当にありがとう。何されて何でも買っちゃいそう。いや何でもは買ってくれんよお兄ちゃん、全然何でもは買ってくれん。こんばんは。本当にね、だからなんか AKB の時もさ、プレゼントでね、お誕生日とか、まあ節目ごとにね送ってくださる方も結構いらっしゃいましたけど、やっぱりなんかすごい心があったかくなる、うん、幸せな気持ちになる、嬉しい。何をプレゼントしようかなって考えてる時間が楽しいね。私もさ、だからそんなねプレゼントする人なんてあんまりいないんです。まあ姉ちゃんは本当にだから、な何が欲しいかを言ってくるから、もうそれをね、私が買って姉ちゃんのとこに送りつける送りつけるって言い方悪いけどそうだけなんで、そう受け取っといて、そう買っといたからそっち相続し受け取ってっつって受けだし、そうでも本当にまあなかなかねプレゼントを送る機会がないので、そうでも今年はねお兄ちゃんも、お兄ちゃんにもね、もお兄ちゃんもねなんか欲しいのあるって言ってたな。そうだからそれなんだよなきっと。なんかみんなにミサンガプレゼントしたい。ミサンガ足につけてね。勉強し直します。何を。こんばんは。いつもお世話になってる。感謝の気持ちを込めて。私ね一時期ね本当にミサンガ作りに凝ってたんですよ。超 めっちゃ作ってた。そう結構ね作るの上手なんですよ。こんばんは。さあミサンガプレゼントしてさ、なんかそれがねまあつけるか飾っとくか分からんけど、もしねつけてくれる人がいたらさ、あなんかすごいなんか嬉しいじゃん。やっぱり私のファンって私のファンの人、大好きなファンの人なんだろう、独占欲っつったらなんか照れくさいけどさみたいなね。3月自然に切れた人っているのかな。あ私切れたことありますよ。そうお店で買ったやつ気づいたらなくなってた。
3月手首足首につけるやつ。足首がまあ多いかな。手首にもつける人いるんかもね。いいね、羨ましいな。いやでもみんなに本当にプレゼントしたいよ、一つ一つ。正真正銘私の手作りでつけてほしいね。大切な人の中には入ってます。恥ずかしいやん、なんかそんなこと言うと恥ずかしいね、ちょっとね、ちょっと照れくさいわ。ありがとうございます。なんかなんかできないかね、なんか本当に2、3が作りますよみたいな。私もね本当はね足首つけたいんですよ。そう、もったいなくてつけられません。いやつけてくださいね、皆さんの願いが叶いますようにっていう私からのね気持ちだから、それは。さんがつけようとしたら腕が太くて切れました。じゃあね、もう叶えるよっていう、そういう意味かもしれない。神様がね、君のはもう叶えてあげるよっつってね。なんかさ、私さ、そういうちょっとした願掛けっていうかさ好きなんだよね。だから私さ、すごくピンキーリングが欲しくて憧れるというか、まあ、自分でなんか買おうかななんて思ったりもするくらい、そう、ちょっといいやつをピンキーリング買いたいなって。メルカリで専用枠出さなきゃだらなるほど。いやね、ピンキーリングっていうのは、まあ、小指のね、あの指輪のことなんですけど、まあ願いを叶えてくれるよっていう、まあ、意味合いがあるものですね。小指の指輪がピンキーリングって言います。つけたい気持ちとなくしたくない気持ちが交差した。私ね、でもね、あのなくさなかったよ、切れたやつ。なんかね、もうね、本当にいつかな、中学ん時つけてたんかな、まあ本当はダメなんだけど内緒ねそうで、お風呂場で切れたんだよ。そう、なんかまあずっとさ、こうやってさ足首とかさこうやってしたらさ、なんかまあちょっとあの太くなったり細くなったりっていうのがあるじゃないですか。ちょっと足首動かして、そういうのでなんか動かし続けてたら、そういつの間にかあのお風呂でねプチって切れて、ファンスファーで送ってもらえれば。確かに送ろうと思えば多分送れるな、ファンスファー、ね、でも本当にいいな。難点と言ったらあれだね、あの私にプレゼント送ってくださった方のアカウントしかわからないっていうものかな、ファンスファーだと。うん、あのファンスファーってプレゼントが、ね、発送されると誰々さんからプレゼントが、あの誰々さんのプレゼント発送しましたよっていう、うん、になるから、まあね、おいおいできたらいいなっていうのを頭に入れて、ちょっとね考えようかな。もしければプレゼントをくれってことですね。違いますよ。そう、でも本当にあのアカウントが分かるのは本当にその時だけなので、な連絡来ますよ。
ファンスファーさんの方から発送しました、プレゼント発送いたしましたって来るから、そこでね、なんかまあ画面が出るんですよ。そうで、多分そのなんていうの、変装っていう形もできるんです。なんか多分自分、これ自分じゃないな、これ多分間違えて私の方じゃないみたいなのだと、あの一応あの送り返すこともできるんで、そういうのになってるんです。送り返したことはないですよご安心ください。あのちゃんと、あ、知ってる方やなっていうのをあの認識してはい、ありがたく、こんな風にできたら、まあね、いいな。魔物はダメなの、規約上ダメだった気がする。ドキドキする話、いいじゃない、たまにはいいじゃない、ドキドキしましょうそんな感じ。すごいですよね、ファンスファーの仕組み。うん、本当に皆さんありがとうございます、いつも、ね、前とアカウント名違ったりしたら混乱しそう。うん、まあね、でも基本的に私あのそのファンスファーのやつはあの何、検品っていうんですかを通さないと私の方に送らないでくださいっていう、そう風に設定してあるんです。検品を絶対通してねっていう、な、検品ありなしでちょっとね変わってくるんです。それで私は絶対検品ありで、検品なしのものは受け取りしませんっていう風になっているので、まあ検品ありで届いたなら、うん、まああのありがたく使わせていただきますそうで、私宛てじゃないのに間違えて送っちゃったとかって言ったらすごいあの申し訳ない気もするんだけど、はい、え、まあわかんないから、お手紙とかね、はあの入ってたらわかるんですけど、ギフトありがとうございます。そんな感じでね、本当に皆さんいつもありがとうございます。ファンスファンの人にお菓子を送るの本当にありがとうございます、いつも。荷物に手紙入れて大丈夫なんだ。うん、大丈夫みたいです。ありがとうございます。今ね17位の方と3万ポイント差になっております。皆様ぜひご協力いただけると嬉しいですね、本当に。やっぱりさ、私さ、前髪だけさストパかけたいんだけどそんなことできんのかな、前髪だけストパかけるなんて。私の前髪さ、マジでさ、なんだ、まあ癖だろうね、なんか全部さこう流れてくんだよね、時間経つと。だんだん手紙に封しちゃダメなんだってで、そうです、ちょっと待ってね、充電器をちょっとだけさそうかな。おいしょ、ケセラセラ今日も唱える限界衝突やってやろうか、愛を捨て
暇じゃないいつもオーライオーライ、ここを乗り越えたら楽になるしかない。こんばんは、スマートレターで送ったら未だに届いてるか分かんなくてそわそわしてます。そんなことある多分届いてるんじゃないですか。ちょっとあの 何かによる何があのちょっとあっちの方にあの一応あの届いてはいますよ。はい、来てます。もうあの何をなんか何いつ何を送ってっていうのをがね、ちょっと何回その送ってみたいなちょっと分かんないんで、でも届いてはいると思います。お手紙もねとっても嬉しい。ノサントさんはついたね。あ、ついたと、うん、もうついたついた、うん。ありがとうございます。まあなんかそう送り返されないってことは多分届いてるって思う、うん、思っていいんじゃないかなとは思うんですけど。急に始まる筋トレ、これ結構効くな今の結構効く。座ってね、座って、まあ、ちょっとお腹に力入れて、あの右手の肘、左手じゃない、左足の肘じゃない膝をねこうやってやるで逆もする。結構ねお腹くるよ急に。あ、こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりですよね、すごく。イエーイ。私はね結構プランクで腰をひねります。あとはね、こういうねゴムチューブを使ってね筋トレします。記憶力いいね。うん、覚えてる、ね、これね二の腕と背中に効きます。これねめっちゃいいよ、ゴムチューブは超いい、本当に超効く。それがね今これですから、ゴムチューブをした腕が全然まくれてなさすぎて、ゴムチューブをした腕がこちらです。昨日からそんな変わってない、してない時と変わってないっていうねもともとね筋肉つきやすいあの人間ですので、まあ、そんな変わんないかなっていう、ね、あ、こっちすごいね、やっぱりこっちの筋がすごいな。でもこっち昨日ね力こぶできてたもんね、なんかちょっと本当におすすめです。ゴムチューブはマジでおすすめ。結構いろんな使い方できますよ、ね、二の腕とかだけじゃなくて、なんか背中もやし、なんかお尻とか、もうお尻筋使うときに結構大変なんですけど、これもうちょっと伸びちゃったからゴムチューブ。そう、
結構伸びちゃった。そう結構ねどこにでも売ってる割と。あとでもゴムチューブはねあの負荷かけるのにめちゃめちゃいい。もちろんね普通にねタオルとか持ってこうやってやるのでもね全然まあいいんですけど、これがねちょっと楽になってきてより負荷をかけるってなったらやっぱりゴムチューブ。そうゴムもね戻ろうとするからそれを開きっぱなしにして、ね、背中ね綺麗にしたいんだよね。背中とあと腰回り、そう腰のラインを綺麗にしたいポーズダサ超絶ポーズがダサかった。やっぱり足がね太もも細くしたいんだ。まっすぐサッサッってしたね足にしたい。だから今日はねちゃんとストレッチもして寝ようと思う。余裕あるときはねしよう。でもね続かないんですよ私は。そう頑張って続けて 2,3 ヶ月やったとしてもどっかで止まるんですよ。その立った後にしばらくやらなくなってでもまた始めてってする。よくないね。私ね実は継続って苦手なんです。私さ結構さ自分の気持ちで動きたいというか、まあこれ言ったらもう本当わがままだけどただのそうなんかやっぱり気の赴くままにやりたいことっていうタイプでどっちかって言ったらね、まあ、もちろんそれだけじゃいけんから、まあ、やることはやるんですけどやらなきゃいけんことはやりますけど、そう、まあ、タイプ的にはねそういうタイプなのでだから継続が苦手です。すごいさ超もうあの熱しやすく冷めやすい。だから絵とかも描くときはもうブワーってめっちゃ描くんです。なんだけど一回ね例えば仕事でちょっと描けなくなったとか、まあちょっとうまく進まなくて描けなくちょっとなんかなってなったらなったりすると一気に描かなくなる、まあ、仕事に関してね描けなくなるんだけど、そう仕事してるとってなる。うん継続って素晴らしいよね。だからギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。継続は力なり。私だからさ集中力もさ短期集中型なんです。短期そう長時間ねダラダラやるのは好きではない。スパッだからレッスンとかもあのレッスンっていうか自主練とかもそういうタイプでした。そうなるべく短くそう集中してでもできるまでっていうタイプ。集中力を続かせるのが得意ではない。皆さんはどうですか。メンバーが集まるとワイワイやるんでしょう。やるねそうでも一人だとマジで短期集中型です本当に。パッてやってパッて帰るから私は。うん17時くらいにインスタ投稿したのでぜひ見てください。これでうさぎさんの投稿は終了です。またね写真撮ったらあげるね。
熱しやすく飽きやすいです。本当？って似てるんじゃない？私もさ、だから冷めやすいっていうのはまあどっちかったら、まあ、いやでもまあそうね、飽きやすいとも言い換えられる。テスト勉強とかしてた時はめっちゃ長い時間集中できてた覚えある。え、偉いね。私さ無理それすらもう無理早く終わらせたい、なんなら勉強したくないっていうタイプ。好きなことはずっとやってられる集中力です。え、わかるわかる。あ、でもそれはでもあれだな、あの熱し、あ、すごい熱中してる時だわ。だから熱してる時だわ。そう、熱してる時はね、もうずっとやって、もうなんならあの絵描いてて、あれもう朝じゃんくらいのレベルで、そうやる。それがね、一回どっかで止まるとね、あーってなるだからね、なんかね、どれもちょっと中途半端っぽくなるんだよ。あ、そう、今日聞いて、今日さ筋トレ中にさ、机とかさ、棚にさ、すごい思いっきりさ、あのぶつけてさ、血出たんだよね。今見たらかさぶたになってた。そんな痛くないんだけどね。こんばんは。足振り回してたらさ足振り回してたとは足振り回してたらぶつけて、なんか爪の縁、下のさ、こういう部分、この下の部分をね、切りまして、青くはならなかったな。ね、なんかようやるよね私ね、結構いろんなとこにぶつけるマリオ見えてないね、最近よく血出るね。やだね。こっちはね、もう全然、あ、まあかさぶたあるけど、まあまあまあ全然全然。そう、最近よく血が出ます。あ、ねえ、ちょっと前もさ話したよね一回さ、ね、私ってさ足の指長いのかな、ちょっと見てほしい。なんか足写真撮って見せるのなんかちょっとはずいんだけどさ。え、見せたことあるっけ。あ、じゃあ全部にプチプチあるのが安心やんな。あの、みんなさ足の何分の1が指ですか。ちょっとそれを計算してみて。マジか。あ、保存した？どのくらい？これ前も話したが、もうなんかさ足見るたびになんかそれしか思い浮かばなくてさ、そう、足見るとさマミーがね、なんかもう、え、足の指長すぎみたいな話をしたのをね延々と思い出す。足の指みんなどのくらいですか？みんなの足の指の長さ。私ね、足の指あの5分の1あるわ5分の 1? 1? うん、5分の1。そう、指あの5個分が私の足になる。だから私さ、足23だとするじゃん、割る5は 4. 点なんやんな。あ、親指で測ってる今。6分の1、一緒？じゃあ足の指長いんちゃう？私本当にさ、だからさ
マミーにさ、え、足の指長くないって言われたら、これ長いのと思ってすごい衝撃を受けて、実際ね、マミーと足を比べたので、マミーの方がね、足は大きいんですよ。マミー足どっちかって言ったらね、ちょっと大きいので、そう、でもね、そのマミー、そのマミーより長かった気がする7分の1。え、でも多分そのくらいなんだと思いますよ、普通に。なんで一番長い指、親指で測ってます、私。一番長いのね、私、親指かな、人差し指かな、なんか絶妙、いや人差し指かな、絶妙に長さがね、そんな変わんないんですよ、人差し指と。見せていいよ。ごめん、着圧の跡があるんですけれども、え、なんかはずいんだけど足すいません、すいません、こんな感じですね、私の暗夜でございます。画面が明るすぎるな、これ。少々お待ちを。ありがとうございます。着圧の跡があるんで、ちょっとまだら模様もついてるんですけど、私の暗夜ですね、こちら。え、このあ、ランキングドジョルが、待ってください。あ、了解です。この黒いところがね、爪一つ分くらい人差し指が長いんですよ。すごいね、なんか人差し指で長い人がいるのは知ってる。なんかさ、足の形あるじゃん、こうだったりこうだって、なんか何型何型って確かあったじゃん。すごいね、でも爪一つ分はなかなかじゃない？すごい長いね、人差し指。こちら平野の足でございます。長いのか、これは。コレクションですか、これ。コレクションになる、これ。小指の形ね、変なんですけど、私、そう、小指がね、まっすぐにならないんですよ、これ。によくなくて、綺麗、本当。足の指が長いです。でもね、指はね、なんか手もね、割とちょっとどっちかって言ったら長めです。足が綺麗って羨ましい。これは綺麗なのか、綺麗なのか。足の綺麗基準がちょっとわからんな。どういった足が綺麗なんだろう。なんかさ、足全体を見て綺麗だったらわかるんだけど、足の甲を見て。お手手大好き。そう、曲がってるんです。結構ね、指曲がってます。ところ、いろんなところが、この辺りね。こっちすごいね、とか。ここね、別骨折れたとかではないんですけど、まあなんか癖なのか曲がっております、ものすごく。本当こっちすごい曲がってるね。手の指はね、長いです、私、どっちかって言ったら。この指の長さとね、この部分が大体一緒なんです。日本ザルよりチンパンジー寄りなのかな。チンパンジーって足長い、足じゃない、指長いの？あ、全然いいんだけど、そう、チンパンジーって指長いのかな。中指長い、中指、あ、これか。で、骨張ってるんだよね、ちょっとどっちかって言ったらね、ここの骨が出てる。今ねちょっと爪長いからっていうのもあるんだけど、そう、爪長いとね、やっぱり長く見える。結構ね、自慢のお手です、私。自分の手はね、結構、まあ、曲がってるのをなくせば好きです。うん、曲がってるのだけね、ちょっとどうにかして治んないかななんて思いながら、そうね、ピンキーリングをはめたいという。皆様ぜひイベントご協力をお願いいたします。時間見たいのに。お、23時。そうね、
早いね。月指でもした、したことないです。月指とかも全くね、本当に怪我はそんなしたことなくて、まあ、せいぜい擦り傷、打撲くらいです。だから骨折れたこととかも全くなくて、クリームパンからすると骨張ってるな。クリームパンじゃないよ、大丈夫。素敵、嬉しい。ね、手たれはいけんな。でもなここがね太いのは私まあなんとなく、私ここ出っ張ってるんですよ。これはねね、ペンダコっていうんですか。そう、昔ね結構習字をね本当にめっちゃやってたんで、小学校の頃です。まあだんだん行かなくはなっていくんですけど、うん。なんかこうね、これ変形したままだと指太くなるよ。いや、ならないと思う私。まあ太ってね指太くなることはあるけど、だって私ずっとこれだもん。そう、もう多分 AKB 入ってからもずっとこれです、私のお手手は。うん、だから太って指が太くなることはあったけど、うん、それ以外で太ることはないな。まあむくみくらい、なんか多分大丈夫だと思う。もしかしたらね、そういう人もいるのかもしれないけど。なんかやだな、これ。こんばんは。ね、でもねすごいさ、なんだっけね、一回さ、私指すごい長いんだよねみたいな話をした後に、ね、ハッツハッツ指、手比べようって言って手やったら、そう、手こうやってパッてやったら、ハッツもめっちゃ長くて心折れかけました。そう、ハッツもしっかり長くて、あれ、むしろ私短いんじゃないみたいななっちゃって。そう、こんばんは。関節一つ多く見えるくらい長い。マジ？そんな？ちゃんとね、関節はみんなと同じ数です。2つです。第一関節、第二関節までしかございません。どこが、あ、いて、ポキッてた。どこが長いんだろう。ここか、こことここが長いんだね。そう、ハッツ長いんですよ。だからさ、ね、私な、指長いと思うんだって言って比べに行った手前、すっごい恥ずかしくて。長いです、ハッツ長いですって。そう、超恥ずかしかった。すごい自慢してた私が恥ずかしかったよ、本当に。ギフトありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。そしたら15分になったらね、お歌のお時間に行きます。ありがとうございます。これ今何してんのかなと思ってる人いるでしょ。ちょっとね、筋トレした分ほぐそうかなと思ってほぐしております。急に謎行動、すいません。そう、ほぐそうかなと思って。そう、この下の部分をねよく使うんですよ、ゴムチューブ使うと。痛い、普段ねこんなところほぐさないから痛い。
急だね本当に。あのごめん、あのそれが平野ひかるです。そうだから手とかをさ何もしてないのが気になっちゃうんだって私。そう、それが平野ひかるなんです、お許しください。でもね、なんかほぐしたりしてマッサージするのはね悪いことじゃないんです、いいことなんですよ。からスタイリッシュも頑張ってるんだね。はい、私はね、あのやっぱり自分は別にあの人それぞれね好きな体型とか太ってるからダメとかは全然ないんですけど、そう私はあのなんだろう、細い方が好きというか自分がね、そうなんだろう、なんていうかそのなんか頑固というかなんだろう、細い自分の方がおしゃれとかを楽しめる、メイクとか楽しめるなって思ってるんで、そう私はだから頑張ってます。そう、まあね、結構ね安定はしないんですけれども、将来的に向けて、あの将来に向けて、あのちゃんと筋肉をつけて太りにくい体作りをねしたいと思う。またねバッキバキになったら見せるね、みんなに。みんなに見せるね、バキバキになったら。光るグラビアとかできるってなったらやってみたい。ああ全く興味がないわけではないです。うん、でも今オファー来てもまあちょっと悩む。うん、私もうちょっとさ首長く痛かった、私首がね結構本気で短くてさ、まあ骨格なんですけど、これが私のタートルネック着るとね一気に首がね本当に短くなるんです。カルのグラビア見てみたいね。なんか AKB の時からね結構そうやって言ってくださる方が多くて嬉しかったんですけどね、まあちょっとオファーがちょっと残念ながら来なくてですね、できなかったですね。 AKB 時代に、ね、切ったらね真っ先にはいやりますって言ってたかも。そうやっぱお仕事、少しでもお仕事したかったし。うん、大丈夫ね、ゆっくり休んで横になってください、それは本当に。欲しい。あの頃の方がでもなんかね、まあムチッとはしてたよ、 AKB 時代の方がムチッとはしてました。今の方が痩せたから、私はオファーがあれば、うん、初めねなんかすごいなんかまあ結構ね胸大きいよねって言ってくださることが多くて、それすっごい嫌だったんですよ。今も正直そんな好きではないけど、あなんかそれが私の武器になるならそれはいいなと思って、うん、それがねなんかお仕事につながるいいなと思って、まあだから来たら受けようって思ってたけど来なかったっていう。カルン、ここが自信あるって、体の部分やパーツとかはある、ここが自信ある、あでもさっき言ったみたいに手とか、あと私ね結構言ってるんだけど、本当に目が、自分の目好きなんですよ。うん、自分のお目が好きで、はい、そこかな。それ以外はなんか別にそんな、うん、そう、私胸はね全然ほんと好きじゃない、今でも。
そう、私はなんか自分自身は細くありたいって思う人だから、やっぱりそのあることによって太って見えちゃうんですよ、どうしても。だから好きじゃない。うん。でね、そこだね。まあでも今はね、もうなんか何を思うてもなくなるものでもないし、うん、一生ね付き合っていくものなんで、あんまりもう気にすることもなく。光の目って本当にパッチリしてるよね。ありがとう。贅沢な悩み、まあとはね言われましたけどね、私も。でもさ、結局さ、そういうのってなんか諦めてない人がいたら、なんか結構言われました。だから、そんなこと言うのって言われたけど、でもこればっかりは正直人それぞれかなと思う。だから結局ないものねだりというかになっちゃうなと思った。あ、15分ありがとうございます。そうだから、まあ人それぞれね、思うことは違うから、あ、もう仕方ないな。でも何と言われようが、すごい嫌味かよみたいに言われても私は好きではありませんということですね。そう、自慢かよとか言われても全然自慢でも何でもないし、本当に嫌だよって思ってたかな。そう、あれだからね、まあ今はね、なんかまあもうそこまで思わないけど、もう普通にもううんって感じ。うん、はい。そうだから、なんか武器にしたい人、それが好きな人はそれでいいと思う。うん、全然全然。だから別、出したかったら出したらいいし、そう好きにって思ってたけど、そう私は。ね、鈴木くるみちゃんすごいよね、ほんとくるみちゃんめっちゃ綺麗、かわいい。こんばんは、元気な姿が見られればありがとう。なーに歌おっかな。待ってね。何を歌おうか迷っている。
この前これ歌ったな。少し待って、全く曲は決めてません、ごめんなさい。歌えるかな、これ歌いたいんだけど。まずあるんかなっていう。あ、なかった、なかった。あ、なかった、ないじゃないか。ちなみに何だったの、佐藤美紀さんの名もない花っていう曲です。これにしようかな。さっき言ったね、佐藤美紀さんの曲もぜひ聴いてみてください。ひとひらの花びらが揺れている、僕の隣で今間違った恋だった、そんなこと思いたくはない。言葉に怯えてんだ、一体いつから僕らこんな気持ちに気づかないふり続けてたんだ。出会った日のようなあの透き通る風の中でやり直せるのなら、もう一度抱きしめたい。ひとひらの花びらが揺れている、僕の隣で今間違った恋
僕たちの悪いとこでいつも一緒にいたいって思ってたのに、すれ違いは現実を変えた。出会った日のようなあの柔らかな笑顔だって、すぐに取り戻せる気がしてた。抱きしめたい、ひとひらの花びらが揺れている僕の隣で、今間違った恋だった、そんなこと思いたくはない。たどり着いた涙がはじけた、こんな僕たちの時間を巻き戻して、花びらが舞い落ちた僕の隣で、今間違った恋だったなんて忘れられるはずはないんだ。好きだった好きだった今だってすがりつきたくなるほど、それなのに手が届く先の君が見えなくなりそうだ。めっちゃ暗くなっちゃし、これを歌ってみよう。これさ、高いんだよね。あるのか。あ、あるわ。美和さんの曲です。これは。こんばんは。伸びかない流されないよ、今感じることに素直でいたいの。チェンジ、行き続かん。悲しみも抱きしめて走り出すよ。続かんないこれ。チェンジ、
現れない私がここにいるの。足りない尽きないなんだってもっと歪ませてよ。パターン化したこんな世界じゃ自分が誰なのかわからなくなる。僕にはまりたくないわ決めつけないでよ。道なき道を行くのそこにいたって待っていたって何も始まらない。チェイスなびかない流されないよ。今感じることに素直でいたいの。メーカーの思い通りにはさせないわ。Oh, change 何度でも生まれ変わるの。悲しみも抱きしめて走り出すよ。あなたの元にはもう帰れないわ。私は私らしく I wanna change。 出ない溜めらって満たされないあなたはどこにいるの。消えない錆びない振り切ってもっと羽織らせてよ。変わったから気づく世界は今の私を映してくれるでしょう。あなたの思う未来は何が映っているの。愛なき明日を行くの引き止めないで恋しくたって私は進みたい。チェンジ止まらない振り向かないよ。いつだって真実求めていたいの。涙も愛おしく思える気がする。 Oh, チェンジ忘れないなくしたくない。喜びも抱きしめて走り出すよ。あなたの元から離れてしまっても私は私らしく I wanna change。 私が変わった先にあなたがいるなら、あなたが変わった先に私がいるなら、走り出すよ。チェンジなびかない流されないよ。今感じることに素直でいたいの。誰かの思い通りにはさせないわ。 Oh, チェンジ何度でも生まれ変わるの。悲しみも抱きしめて走り出すよ。二人で同じ景色が見れるなら、あなたの元にいついたいわ。私は私らしく I wanna change。 最後甘かった。こんばんは。あなたのもとあなたのもとにいつか帰りたいわ。だあなたのもとに見れるなら、あなたの元にいつか帰りたいわ。まあね、またね練習して。ないな。私は私らしく I wanna change。 今日ね24時12時になったら終わります。今日ね配信ちょっと始めるのもね遅かったからね、ごめんね。
ありがとうございます。最後の背中に青に変わるライトで時が動く傘の波飲み込んだ舞で Say a little pray for you and me もう永遠を誓えない愛を見送ろう誰かのために生きてゆけない自分を許せる強さをあなたに寄り添えなかったこと悔やまずにいられる日々を祈りは雲を引き裂きこの空に希望と解き放つわがままも燃やしたアルバムも去年のような明日が欲しくてあなたのその全てを守るために私を守りたかった No more cry under your eyes もう二度と振り向かない引き止める声もない恋泣かないでこれで終わりじゃないただ時が過ぎて消えただけこの胸に今刻んだものは包まれたぬくもりだけさよなら愛したあなた愛された私場所はここじゃないその声がまだ残ってるでも届けたい明日へのプレイ誰かのために生きてゆけない自分を許せる強さをあなたに寄り添えなかったこと悔やまずにいられる日々を祈りは雲を引き裂きこの空に希望と解き放つThank you.
聞こえないふりをして遠ざけてた。あの日の言葉が忘れられない。こんなに愛おしく思うなんて考えもしなかった。私の心はいつの間にかこの手に伝わる雨のように透明な色をしたあなたのこと愛してしまってたの。何度も問いかけて言葉が出なくてもう少しあなたといたいのに離れてゆくその姿に私は手を伸ばして泣いた。どうしてあなたのこと今になって愛し始めてしまったのかな。もう届かないと分かってるのに思いが溢れていくの。なってあなたの心に傷をつけた。もし今あの日に戻れるなら素直になれたのに。何度願っても私の前ではあなたは二度と知っていたのに掴んだ手がまだ離せない。どうしてあなたのこと今になって愛し始めてしまったのかな。もう届かないと
がとうございます。すいません、またやらかしたわ。ごめんごめん。またやらかしてる、やらかしてる。怖い怖い怖い。ちょっと待ってね。またき、ね。すいません。マイクをね、直し忘れるというね。はい。申し訳ない。何度も何度も。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。君が旅立つ日はいつもと同じ、ジャネと手を振った。まるで明日もまたこの街で会うみたいに、愛を信じるのは星を見て祈り捧げ、ここにいるから私は君にとっての空でいたい。悲しみまでも包み込んで、いつでも見上げる時は一人じゃないと場所であるように。君がいない街で相変わらずに元気で過ごしてる、それが今私にできること、そう思うから、どんな出来事にも隠れてる意味があるの。夢が消えかけても自分らしくいてほしい、どんな時もここにいるから。涙なくすほど強くなくてもいい、疲れた心休ませてね、素敵な明日を願い、眠りについて小さな子供世界はつながってる。
すか溢れる気持ち言えなかった私は君に飛ぼっての空でいたい悲しみまでも包み込んでいつでも見上げる時は一人じゃないと遠くで思えるように帰る場所であるようにであるように最後ごめんまた最後間違えた久々に歌ったのかな久々もそうだけどこれそんな歌い慣れてないあそこのさ途中のさ私の声は届きますかのところはさ永遠に入あの入るタイミングがわからないでもねこれね歌詞好きですそしてあと1曲かななんかあと2曲も歌うほど時間はなさそうねミスが多くてもうごめんねじゃあこれにしよう少し明るい曲イーガルズさん
そうダイヤモンド折りキラキラなストーリーきっと始まると信じてるの夜空の彼方で私を待つ奇跡そうダイヤモンド折り夢見る人はそれぞれ光る宝石止まらない時に磨かれながらもっと輝こうはい、ありがとうございます。唇の皮がめっちゃむけてる。やだ。保湿しなきゃ。リップしなきゃ。はい、ということで皆さん、本日も皆さん見に皆さんめっちゃ言ったけどすいません。はい、見に来てくださってありがとうございます。そしたらね、ランキングいきたいと思います。13位ダブル流星さん、12位ドクタケさん、11位ピアノマンさん、10位マントメガネさん、9位ムムさん、8位サルキチさん、7位電車さん、6位桜のお友達さん、5位小町さん、4位カイさん、3位カボちゃん、2位ケンケンケンさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。そしたらね、ギフトいきます。母さん、ペンギンさん、桜のお友達さん、ユータさん、情報技術研さん、ユーボーさん、ナナタさん、桜のお友達さん、ラブリューバイアとかけの守護神さん、白身フライさん、竹猫さん、サルキチさん、地球さん、白身さん、ユタさん、ドクタケさん、ランタンさん、マントメガネさん、小町さん、けいちゃんさん、むむさんです。ありがとうございます。呼ばれてない方結成でお願いいたします。はい、ということでね、皆様本日も見に来てくださってありがとうございます。いや本当にね、毎日毎日遅い時間まで本当にありがとうございます。誕生日だと48時間、あ、そんなか、24、あと2日、あー、そっか、そうやんな。え、今日20、そんな短いか。はい、はい、ということでね、本当にありがとうございます、ね、イベントもたくさんご協力いただきありがとうございます。皆さんね、本当にゆっくり休めて、体休めてくださいね。あったかい格好して風邪ひかないように気をつけてください。けんけんけんさん、ありがとうございます。27だから今日20、あ、そっか、私なんか26くらいの気持ちでいた。終わった、26日は終わったんだ、27だせやんな、ね、保湿して寝ます。お風呂入らんないしはい、ということでね、本当に皆様ね、遅い時間までいつもありがとうございます。明日の朝配信をね、ちょっとまだやるか分かんないんですけど、もしねやってましたら見に来ていただけると嬉しいです。はい、それではまた夜はね、明日、毎日夜は配信するんで、はい、はい、見に来ていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。あ、待って、あわれさん、ありがとうございます、はい、皆様今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。それではまたね、ありがとう、おやすみ、ゆっくり休んでね、みんなね、ありがとうね、本当に遅くまで、またね、ありがとう、明日会おうねまたね、おやすみ、ありがとう。